ちょっとこれから中国のファンからの3人のイメージがちょっと伝えると、リャンタイのイメージ、かわいい泣き虫少年、繊細泣き虫少年、かわいい泣き虫少年、繊細、真面目、合ってます合ってる。やっぱ逆にさ、なんかやっぱね、僕らのこの 本職であるやっぱ役者でやってる時は出ない部分がなんか存分にみんな出てるからさ、そうだね、それを見てもらえてるのは嬉しいなと。チェン・タイランは大人なお兄さん、周りをよく見ている、うん、おお、すごい、かっこいい、バッチリです、モテるやつです、モテるやつだよね。ありがとうございます。で、ハンエは、はい、硬派イケメンなのにひょうきんでムードメーカー硬派イケメンなのかな。まあ、いや待ってください、硬派イケメンだけですなのにムードメーカー交わらない、2つ交わってるねこんな面白い一面があるって知らなかったでしょ、その事務所の人も。もうどうなんですかね、まあうるさいとか結構言われましたけど、まあ自分で見ててもちょっとこいつうるせえなって自分で思いましたし、ファンからの質問コーナー、まあ、ファンに質問を募集しまして、一番多かったのが、リャン・タイ・ハンエ、快点開ウェイボーバー。第三季、一定要来よ。ちょっとでもやりたいんですよ。ウェイボーですよね。お、今、普通に僕の SNS、インスタとツイッターやってて、そこに結構中国の方がコメントしてくださったりとか、日本語自分で頑張って書いて送ってくださったりしてるのが嬉しいから、ちょっと、ね、どうにか中国の方にも直接届くようなことをできたらなと思ってますけど、もうちょっと待っててって感じですね。はい、ハンエは？最近ちょっとやっぱやりたいなと思って何度かこう相談とかはしていて、とりあえずこのコロナが一度落ち着いてからっていう風になったので、そこから絶対僕はいずれやると思うので待っていてください。チンドンイシア。番組の撮影を終えてから料理に対しての考え方で変わったことはありますか？でもやっぱり僕は食ってすごいなって改めて思いましたね。なんだろう、全員が食って欠かせないものだから、掘り下げていったらもう無限に面白くなるし、でそこから生まれる思い出だったりとかも いろいろあるんで、改めて食って大切だなって思いましたね。これは日本人からの質問ですね。中国と日本の文化の違いで面白いなと思ったことはありましたか？打ち上げの様子がこんな風に流れるんだと思ってちょっと恥ずかしかったあんな風に撮ってるの知らなくて俺。確かに普通にハンエがオレンジジュースをこんな飲み方してるところだからやっぱ隠し事はできないなと思ったよそうですね全部ね。最後、番組のファン、うん、ファンへのメッセージをお願いします。寿司ウユをご覧の中国の皆さん、そして日本の皆さん、ありがとうございます。まあ今こんな情勢ではありますけれども、家族とじゃあご飯食べようってなったりだとか、一人でもなんか頑張って作ってみて、それをじゃあ友達とじゃあ連絡取って共有しようとか、なんかそんな些細なことでもいいので、いちいちゃいよば、じゃあ開心ま、楽しんでくれましたか？やっぱ食を通して真剣に勝負はしてましたけど、それ以上に仲良くなりました、全員と。で、そこで中国の素敵な文化にも出会いましたし、僕はですね、やっぱシーズン3ですか、やりたいですね。やりたいですね。ぜひ皆さんシーズン3できるように僕ら頑張りますので、よろしくお願いします。人道患者を。やっぱり僕も中国語で言うと、我喜欢中国的全部。全部って言っても、ね、知らないこともたくさんあるけど、でも僕は絶対好きになっていこうっていう気持ちはあるので、そういった意味で壮大に言いました。素晴らしい。もちろん中国もいいところばっかりじゃないんで、あの嫌なこともいっぱいあります。だけどやっぱり、ね、こう好きになろう、理解しようっていう思いが一番大事だと思うので、その気持ちを持ち続けてほしいです。はい。じゃあ今日以上は、今日は以上になります。ありがとうございました。那么我们下次再见。まあいいや、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。